はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、なかなかね、めったに見れないというか、まあ、めったには見れるけど、ウイニュースの Q3 のね、検証を今日はね、集中してガンガンやってます。それで、まあ、検証するときは、充電しながらやる場合が多いと思うんだけど、まあ、充電しないでやってみようということで、ちょっと継続して使ったんだけど、バッテリーが足りなくなると、こういうメッセージがあらかじめね、出てくれる。いや、すごい親切だなと思って、ね。バッテリー不足をこうやって教えてくれることによって、切られちゃう前に、ちゃんと電源を用意して、挿せばね、切られることなく継続して使うことができるっていう。まあ、こういう配慮もね、やっぱり重要だと思う。うん。いいなと思った。純粋にね。うん、で、よいしょ。今、あれかな、喋りすぎてタッチの差で間に合わなかったかな。今、作業で振り向いたら出たんだけど、切れちゃったね。このタイミングの悪さ、今、スマートフォンを後ろに下げて刺すところを撮りたいなと思ったら、そのタイミングで切れちゃったんだね。ああ。まあこんなもんさ、 NG にするのももったいないから一応アップしとくよ。ああ。